じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も3連勝を振り返る、はい、来ましたが、ね、来ましたね。この前 ね、 前回ね、博多で撮った時に、うん、やっぱりいろいろ全力でこう調べたりだとかいろいろはしたんだけど、うん、やっぱちょっと簡素になっちゃってね、そう、申し訳なかったです。あのね、はい、いつもだったらちょっとフリップとか持って用意してるんですけどね、まあそうだね、それもなかったりしたんで、はいはい、ちょっと分かりにくかったりしたのかなというところで反省しました、うん。まあ今日はね、はい、看板ちいちゃんが、まあ、また書いてくれてるから、はい、ね、オールスターまでどう戦うか、うん、ね、まあ残りあと6試合ぐらいだな、ね、あ、まあこの6試合で、うん、まあ、折り返すんだけども、うん、まあ、6試合、この6試合っていうのはすごくね後半に向けて大切な試合になってくると、ね、まあ、いうふうに思ってます。まあね、暑さとかね、はい、いろいろこう他にも気にすることもあるので、ね、まあ そ, うだね、そこでまた疲れが出たりとかっていうこともあると思いますが、はい、はい、で待ってました、初出場、はい、プロ第1号、はい、ね、待ってますよ。これはまあね、いろんなところであの人かな、うん、っていうね、まあ、ちょっとね飛び出したけどもね、はい、また振り返りで触れていきたいと思います、はい、ね、はい、乾杯やちいちゃんね、はい、はい、この猫をキャラクターにしたらどうなんだまあね、 T シャツでも作ってみようかなというふうに思ってますが ね、 何かね、はい、ということで、はい、はい、振り返りますよ。はい、まずセリーグからです。はい、7月7日、はい、七夕からの3日間でしたが、はい、はい、まず、ジャイアンツ対ベイスターズは、はい、2勝1敗で DeNA の勝ち越し、はい、中日と広島は中日が2勝1敗の勝ち越し、はい、阪神とヤクルトは1試合中止になったということで2試合でした ね、うん、そうだね、はい、1勝1敗ずつということでした。はい、はい、ということでまずは巨人と DeNA、はい、ね、巨人の先発ピッチャー、うん、戸郷、菅野、メンデスと、はい、ね、で DeNA、今永、うん、ガゼルマン、うん、東という、はい、ね、まあ、両チームにとって負けれないというね、うん、まあ、投手を揃えてきたんだけども、まあ、1試合目、まあ、とにかく今永が自己最多の15奪三振、うん、ね、戸柱の決勝ホームラン、この戸柱の決勝ホームランなんていうのはさ、うん、あれ打てないよ本当にっていうのはもう地面スレスレのフォークボール、うんうんうん、でね、こうやって手首がこう、まあ、手首が返っちゃったら、うん、もう完全にファールになるか、はい、ポップフライになるかだけども、うん、この面を変えないでもうなんかこう踊るように打ったよね踊るように拾ったというか、うん、まあ、見事なホームランで決勝点だったんだけども、はい、まあ、それを1点をね、まあ、ピッチャー陣が守ったという、うん、まあ、そういう試合だったんだけども、はい、2対1というね、うん、まあ、今永もねバウアーに、はい、こう体の股関節の特に使い方を教わって、うん、で7回のピンチ、ワンアウト2、3塁、はい、ここ長野岸田って出てくるんだけども、うん、代打でねこれ三振を狙いに行ったっていうんで、やっぱね出力上げたもん、うん、それもちょっと体を沈み込まして、うん、高めで勝負行ったりだとか、うん、だからバウアー効果が出たのかなっていうような感じで見てたけどもね、うん、で三浦監督の采配は、はい、この7回、うん、まあ、あと1個取れば球団新記録とかね、うん、三振の、はい、だったんだけども7回下ろして、うん、まあ、8回から、うん、ピッチャーを変えていくんだけどもね、はい、まあ、だけどその7回出力を上げたのはやっぱ監督見てたね、うん、だからもう限界だなっていうのを感じて、まあ、本当に大正解だったよね、うん、で巨人の方は岡本のホームラン、はい、まあ、その素晴らしい今永からね、うん、岡本がホームラン打ったけども、はい、まあ、そのホームラン1点に終わってしまった、うん、ね、でエース同士の投げ合い、まあ、戸郷7回2失点攻められないけどさ、うん、まあ、あの戸郷を打たれたあのホームラン を食らうっていうのは、うん、まあ、戸郷の日じゃなかったなって思うしかないね。なるほど。そのぐらい素晴らしく打ったよ。うん、ね、戸柱もなんかチャンネル見てますよ見てますよって会うたびに言ってくれるから戸柱戸柱って言っといてやらなきゃいかんなと思ってまあだけど本当にね、はい、あの見事なホームランとリードだったね。うん、で2試合目、はい、ね、6対0巨人ね、うん、まあ、3回にねちょっと分岐点になるシーンがあったんだけども、はい、巨人の攻撃で3回ノーアウト2、3塁になるんだけどね、うん、2アウトまで行くんだよね、うん、で吉川次のバッター、はい、吉川と勝負するのか次に門脇だったんだよ、
俺は吉川歩かして門脇の方がいいのになと思ってたんだけど、うん、吉川と勝負に行って2点タイムリー打たれるんだよね、うん、せっかくツーアウト取ってんのにさ、うん、そこをゼロでしのいだらこの試合はまだ分からなかったんだけど、うん、この試合でもう4対0になっちゃったんだよね。そうですね、うん、で5回に中田のツーランホームランで仕上げられるという、うん、で菅野が7回無失点というね、うんうん、だからまああそこら辺の分岐点があったかなって、誰と勝負をするのか、ポイントは3回ですかね、うん、ポイントは3回にあったなっていう、うん、まあ2回はねちょっとねツーベースが出たりだとか、うんまあ、宮崎のちょっとエラーがあったりとかしてね、うんまあ、ちょっと失点 してしまった。で、まあ、DeNA の方だと2点は2点までは OK だと、うん、そういうふうに思ってたと思うんだけども、やっぱ誰と勝負をするのか3回の時にね、まあ、あそこで吉川を打ち取っとけば、まあ、6-0 という試合にはならなかったけど、うん、まあそうだな、難しいですね、難しいな、満塁にしたら満塁にして門脇に押し出しを出すかもわからないしね、うん、だからまあ難しいけども、俺は直感で吉川よりは門脇の方がいいなっていうふうには思ってたね。なるほど、うん、キャリア的にもね、うん、でこの試合、はい、浅野がデビューしましたよ。はい、ねえ、ね、バッティングの方が散々やべえとか言ってたけど2三振というね、うん、あでまあ守備、うん、ねえずっこけとなんかお父さんの運動会みたいに気持ちばっかり先に行って足がついてきてないというねなんかね、まあ、そういう可愛らしさ、コメントにもありましたよね、うん、気持ちは緊張じゃなかったけど体が緊張していたっていう、ちょっとそうだからそれが緊張だっていうんだよってね、そういうことを含めて緊張っていうから ね、まあ、緊張の意味も、覚えておいてくださいね。これ以上恥ずかしいことはなかったというコメントですね。まあそうだね、でもまあね、非常に初々しいし、うん、スイングもねあれだけ、まあ、三振だけども触れてたしね、うん、まあ堂々たるもんだったかなっていうような感じはするけどもね、あのベンチで中田翔選手のホームラン見てももうそうだね、少年のようにわーすごいっていう表情が、まあ、一つのファンになっちゃうね、はい、ちょっと忘れられないです。まあでも菅野もね、粋、うん、なコメントで、そうでしたね、ね、まあ菅野も巨人を引っ張っていくような選手になってほしいしみたいな、あの ね浅野選手のことをね、うん、でデビュー戦の時に僕が、うん、マウンドに立ってたっていうことを覚えておいてほしいなっていう ね本当なんかこう粋なねコメントで、まあみんなよく打ってくれたけど浅野だけは守ってくれなかったというねギャルも入れながらねユーモアたっぷりのコメントでね、まあ、そうだね、はい、これで浅野選手も救われますよね。まあそうだね、みんなにこうしなんていうのそっとされるよりは、うん、いじってくれた方が楽になるからね、はい、まあ、ナイス先輩たちだねということで登場、はい、いよいよ登場ということで、はい、はい、で3試合目メンデス東、うん、1対0 DeNA、 はい、まあメンデスも良かったし、うん、まあ東もねやっぱりね原トップのピッチャーだから、うん、そう簡単には点はやらないけども、はい、まあ巨人がやっぱ打てないね、うん、打てないし、まあずっと0-0で行くんだけども、うん、牧が決勝ホームランを12回ワンアウトから打つというね、もうこの1点ですね。ああ、まあさすがやっぱり4番というかね、うん、まあそういうことも言えるし、うん、やっぱりやってくれたなというね、ね、まあ4番が打ってね、まあエースが締めるという、ね、まあ3連戦を振り返ってみるとやっぱり今永が頑張ったし、うん、まあその牧がね、うん、最後ホームランで締めるという、はい、まあ、DeNA にとってはね、まあ、素晴らしいゲームにはなったと思うけども、うん、やっぱこの試合を見ててやっぱ宮崎が出てるか出てないかは大きいね。なるほど、牧ともちょっと話をしたけども、うん、やっぱこう宮崎が後ろにいることによって、うん、僕に対して甘いボールが来るような気もするって、うん、まあ、でも本当にそれはあるんでしょうね、うん、やっぱ僕との勝負、やっぱ次に宮崎がいるから、うんうん、僕との勝負っていうのもあるだろうし、うん、やっぱ勝負するためにはボールボールではいけないし、うん、まあ、甘いボールもあるような気もしますと。なるほど、まあ、そういうことを言ってたけどもね、やっぱ宮崎の存在っていうのはやっぱでかいしね、うん、あとはやっぱ戸柱の明るさとか、うん、まあ、よかったね、うん、
そうですね、もうこれがあのこのちっちゃいミニハートもまた見たいですね。はい、はい、で巨人の方は、うん、やっぱねホームランが出るときはいいけど出ないときはちょっと重いな。最後の試合も3安打ということでね。まあ、そうだね、うん、ちょっとね打線が下降気味なのかなっていうような気もするし、うんうん、まあそこら辺がちょっと心配なんだけどもね、うん、ただ日替わりだからね打線というのは、だからなかなかこう、まあ、調子が落ちてきたなっていうのは分からないけども、うん、まあちょっとあと6試合ぐらいだからやっぱ頑張らないとねオールスターまでにね。はい、はい、続いて中日対広島、はい、ね、中日が小笠原メヒア、涌井、うん、広島、栗、大瀬良、森ということで、ね、1戦目、8-0、うん、8-0、うん、ね、中日、小笠原が5年ぶりの完封勝利という、うん、102球3安打というね、ね、うん、で、この試合は宇佐美とコンビを組んで、はい、ね、その宇佐美が3打数2安打1打点というね、うん、まあよくあまり知らない人と組むとどうリードしていいかっていうよりも、うん、やっぱ小笠原の持ってるものを引き出すことはやっぱ宇佐美っていうのはうまかったなって、なるほど、うん、思うし、うん、首をほとんど振ってないんだよね、うん、だからあの宇佐美とのそのコミュニケーションだとか、うん、打ち合わせだとか、うん、そういうものが十分できてたなっていうようなね、うん、そんな感じがしたよ。なるほど。でその試合で細川も3安打3打点というね、うん、ちょっと7月に入って非常に良くなかったんだけども、まあ、この試合で3安打3打点上げたというね、うん、だからまあ少し、楽になったんじゃないかなという、はい、で広島が状態がグーッと上がってきてて、うん、で栗っていうとさやっぱハイクオリティスタート、はい、7回を2点以内に投げてる一番のピッチャーなんだよね、はい、ゲームを作るという壊さないという、うん、だけど今日の栗は、うん、この日の栗は、うん、まあ、初球を得点圏にいる時に狙われるという、うん、だから的を絞られてたというね、うんうん、でやっぱりこう、うん、栗の課題っていうのは昔からこう球数制限というか、うん、球をできるだけ少なく投球するということがテーマにあったんだけど、だけどまあそういうことを逆手に取られてるよね、うん、やっぱ初球ストライクから絶対来るピッチャーだからっていうんで、まあ、絞られて打たれたというね、まあ、ここら辺もう少し工夫があってもよかったかなという感じがするし、うん、まあ、広島はこの試合はランナーを出すものの、まあ、ゲッツーが多かった、秋山西川とかね、うん、まあ、そういう中軸がちょっと機能しなかったかなという、うん、まあ、逆に言えばその小笠原がねそこら辺の中軸をしっかり抑えたというね、3安打にね、まあ、そうですね、はい、うん、はい、2試合目、はい、メヒア、大瀬良、ね、5対1、うん、中日、はい、ね、大瀬良もこの日ね、非常に良かったんだけども、はい、6回、岡林の四球から、これ、先頭初めて出すんだよ、はい、で、大島が最初、セーフティーバントやるんだけども、やっぱりね、1点先行されてての6回だから、うん、やっぱ同点、ないしは逆転したいんだよね、この回で。うん、で中日の意図っていうのはもうすごくわかるわけ、うん、岡林を送りたい、うん、なんとか先の塁に進めたい、うん、だから大島も粘って粘って最初のセーフティーバント失敗からね粘って粘ってエンドランのカウントに持っていった時に2-1から、1ボール2ストライクから、うん、広島がウエストするんだよ、うん、で盗塁エンドランを警戒してで俺は見てて2エンド2になってあもう一球ウエストしたら絶対走ってくるなっていうことを読んでたんだよね。これはなぜかというと中日はやっぱ送りたいから、うん、先の塁を進めたいからエンドランを仕掛けたいんだよね。でもまともに外のスライダーで勝負いったらそれがやっぱこうタイムリーヒットを生んだんだよね。あそこでもう一回ウエスト1球したんだったら2球続けてやるといいのになと思ってたんだけどね、うん、まあ、そこら辺ちょっとうまくあれしてあのエンドランが決まって、うん、まあ、1点を返し、まあ、4番のビシエドが、うん、1、2塁間を割って逆転をするというね、うん、あだから、まあ、ここら辺、まあ、大瀬良も状態が良かっただけにね、うん、まあ、そこら辺1球ウエストするかしないかの差で
ものすごい大きな差になっちゃったかなというね。だからすごくね難しいんだよね。一球ボールを投げるのかストライクを投げるのか、ウエストするのかしないのか、これによってゲームってものすごく動いたゲームなんだよ。うん、まあここまでねこう僅差できていて、そうなんだよ、ね、そっからこうね中日の流れになっていったような試合でしたかね。はい、でもこの試合メヒアはやっぱいいピッチャーだね。うん、やっぱ勝てるピッチャーだよこのピッチャー。うん、で来日初勝利を挙げたんだけどもさ、はい、非常に素晴らしかったね。うん、まあこれからメヒア期待だよねこれね。なるほど、はい、はい、で3戦目は涌井と森、うん、3対2広島、はい、ね、3連敗しなくてよかったというね。で3回、うん、森がヒットを打ち、うん、まあ1戦目で秋山がゲッツを打つとかね、西川がダブルプレーを食らうとか、うん、まあ森がヒットを打ち秋山がつなぎ西川がスリーランホームラン、その3点で勝つというね。うん、だからまあやられたらやり返すというね。これ本当に広島3連敗しなくてよかったね。うん、栗大瀬良でまさか連敗するとは思ってないだろうしね。本当ですね。うん、やっぱ絶対勝たなきゃいけない、どっちかは絶対勝たなきゃいけないピッチャーの中で、うん、森がよく頑張ったよね。うん、で涌井もちょっともう少し援護点上げないよっていうような感じだけども、ほぼ毎回そんな話毎回言ってんだよね。うん、ただねこの日まあその栗とか大皿に対しては、うん、襲いかかった打線もね、この日は、1番から4番まで1安打しか打ってないという、うん、で5番の石川がね、5番に入ってた石川が、まあ、2安打打ってるんだけども、うん、そこに誰かがつないどけばさ、うん、ね、違う展開になってたのになっていうような感じがするんだけども、うん、まあだけど中日もやっぱビシエドが4番でタイムリーヒットを打ったりだとか、うん、まあ、細川が少しずつ当たってきたりだとか、福田とかね、うん、ホームランを打ったりだとか代打の高橋周平がヒットを打ったりだとか、まあ、非常に打線も良くなってきてるし、うん、メヒアっていうピッチャーが本当に使えるから、はい、まあ、これからちょっと面白くなってくるしね。うん、で広島の方はやっぱり取らなきゃいけないピッチャーで落とすとこれから苦しいよという。そうですね、栗と大瀬良ね、うん、まあ両方勝てとは言わないけど、うん、どっちかで一勝は絶対しないとさ、うん、まあね、これからやっぱこう優勝も意識しながら戦っていくんだろうからね、はい、まあ、そういう風な心意気でやってほしいと思います。はい、はい、続きまして、うん、阪神と、ヤクルト、はい、ね、この試合は初戦、うん、雨で流れたんだよね。そうですね、甲子園でね。だから2試合になりました。はい、阪神は伊藤、西純也、うん、ヤクルトはピーターズ、高橋奎二と、はい、ね、1試合目、3対2でヤクルト、はい、ね、6回勝ち越しの場面で大山がタッチアップするんだよ、2、3塁から。うん、大山のヒットで1点返して、うん、ワンアウト2、3塁なんだよ ね、 そうですね。で3塁ランナーがノイジーなんだけど、はい、センター、うん、並木のところに飛ぶ、はい、ね、でそれをカットマンに投げたら、うん、ノイジーがホームインして、あ、逆転だと思ったわけ。そうですね、ほんとはセカンドランナーの大山もノイジーと一緒にサードへタッチアップかけてるんだよね。おさ、起点が良かったね三ツ俣、はい、これがサードに送るんだよね。もうなんかもうね、すかさず送りましたね。うん、それもね、オスナも指示してるんだよ、おーサードって。だからそこら辺の守りの連携もヤクルトは素晴らしかったんだけど、うん、もうほんとコンマ何秒だろうね。そうですね、大山がタッチアウトになったばっかりにホームインが認められないんで、ほぼ同時に近いくらいのね、うん、ホームインだったんですけど、タッチの差でアウトは、ね、先ということで、ね、だから走塁ミスって大きいな。まさかの、まあなんか一番は私が見ててびっくりしたのは、そのサードに投げたっていうのが、いやホームに投げるのかなって思ってたら、まあホームはね絶対あの位置から投げても間に合わないんだよね。うん、だからもう大ファインプレーなんだけど、ね、だから走らなかったらもう逆転してるわけだから、逆転して2アウトランナーセカンドで、うん、まだ次にチャンスもあるし、まあ、先の類を狙うっていうのは大切なことなんだけどもさ、本当難しいですね。うん、今年何回あったって岡田監督は言ってたけどね、まあ、中日戦でもあったしみたいな、まあ、いろんなこと言ってたけども、これは
投げた人を褒めるべきなんでしょうか、大山選手が走ったことは咎められることなんでしょうか。絶対アウトになっちゃいけないっていうことを考えると、はい、大山走っちゃいけないよね。でサードコーチャーも止めんかいみたいな言ってたけど、やっぱ大山の判断だよね、あれは見える範疇だから。だからサードコーチャー見て来いとはなかなか言えないんで、こうやって多分見て、自分の判断だと思うんだよね。だから判断ミスということでね、本当難しいですね。難しいね、はい、で阪神側は9回ノーアウト1・2塁から代打渡辺がゲッツーという、これ送らないのかっていうようなことも考えたんだけどね、誰か代打バント要因を出して送っといて、まずは同点ということを狙わなかったのかなって、まあ、岡田監督はおそらく一気に逆転ということをね、まあ、考えたんだろうけどもね、なかなかうまくはいかなかった。まあここはやっぱ賛否あると思うんだよ、ただねここはね指揮官の勘だな。なるほど、だからこれは渡辺が何とかしてくれると思うと打たすしさ、これはどうしようもない、もう同点が精一杯って思うと、まあ2点ビハインドだったけどもね、同点が、まあ、関根山といったら送るだろうし、だからまあどっちにかけたかというと一気に行こうというふうにかけたよね。なるほど、はい、はい、でこの試合、ね、7回ヒット四球フォアボールでツーアウト満塁、ね、この四球追い込んでからのデッドボール、でフォアボール、でツーアウト満塁から代打川端、はい、これねヤクルト戦の時ね川端が出てくると、もう必ず申告敬遠してたのよ、左対左でも岡田監督はもう決め事のようにね、徹底してたんだけど、満塁だともう申告敬遠できない。そうですね、そこでやっぱ高津監督も出してきたよね、まあ出すタイミングでもあったけども、この川端が2点タイムリーで決勝点というね結果押し出しの方が良かったです可能性はいやそう考える人もいるかもわからないよね。まあだけど見事だったね、やっぱりね、勝負強さが残ってる。で今日の試合、はい、1対0阪神よく頑張ったね、これね、もう本当1点差の、まあ西純也も素晴らしかったけど、高橋奎二も頑張ったね、この両チーム両投手には勝ち星がつかないんだけども、そうですね、はい、勝ち負けがね決着がつかないんだけど、1番森下、はい、ね、8回に木澤から決勝ホームラン、プロ入り初ホームランが決勝ホームランになった。これは本当忘れられないですね。でねストレートがちょっと外を狙った球がシュート回転ちょっと入ってきたんだよね、これをバックスリーンの左に、放り込んだというね、もう入れ入れって祈ってたって言ってましたね本人。この一勝はやっぱでかい。そうですね、でね、まあ、1番バッター、ね、森下から始まったんだよね、はい、この回、はい、で森下は変えることはなかったのかっていうふうに岡田監督にインタビューしたら、で岡田監督なんつったと思う。何ですか森下、そうやな、昼間のゲームで牧がホームラン打ってたと、これは中央でやなと思ってそのまま立たしたとでもまさにそれが決め手だったらすごいですよね。いやだからもうそういう演技を担ぐというかさ、だから牧も中央やな言うて、ね、で決勝のホームランを12回に打ってるという、で森下も中央の後輩になるし、8回先頭バッター森下代打、普通だったらもう全然タイミングがね合ってなかったというか、打ててなかったから、まあ、代打っていうのも考えるやろう。だけどお森下、牧も打ってると中央か、まあ、中央でやな今日は、そしたら打ち寄ったと。だからまあここもやっぱ勘なんだよ、指揮官のね、なんか本当にすごいですよね。いやいや そういう勘っていうのはすごく大事でね、まあ一生勝ち取ったというね。豊さん中央で嬉しいですね。いやなんか嬉しいよな、ね、俺も気がつかなかったのに岡田監督のあれで気がついたけどね、まあでもよかったね、本当ですね、ね、本当嬉しそうでした。ブリ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 ってねおばさんの解説者は、まあ、森下君は力抜かないとダメだよって言ってたけどそうそうやっちゃいましょうみたいなばっかりじゃダメだもうちょっとこう先頭バッターで出ましょうみたいな、そうそうそう、先頭とかでね
来るといいのになっていつも思ってたんですよ。そうだね。そう、だから力まないように、ね、そう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 、これはってちょっとね、力が入っちゃうといけないなと思ってたらよかったですね。そうだね。はい、ということで、はい、接戦を制したのは丸々なんでしょうね。まあね、これはね、やっぱ勝負強さ、うん、まあ例えば川端のね、勝負強さであったりだとか、うん、まあ投手力、うん、まあここだよね、うん、で勝ったし、うん、ね、まあ阪神なんかも森下、中央でかなと思って使い続けたのが、うん、まあ岡田監督の勘であったりだとかさ、うん、まあそういうことがあったよね。でもね、牧選手と森下選手のその2人も接戦を制したポイントですもんね。まあそうだね、うん、だからまあこれからはやっぱ監督の勘とかね、采配とかものすごく大きく響いてくるし、やっぱヤクルトみたいに代打の神様みたいな人を持ってると、どこで出していくかっていうのがね、やっぱポイントの一つだろうし、だから非常に面白い3連戦でしたよ。はい、はい、ということでセリーグはこのような感じでした。はい、はい、パリーグです。はいはい、パリーグはちょっと勝敗割れまして、はい、楽天対ソフトバンクは楽天の3連勝、はい、日本ハム、ロッテは2試合だったんですがロッテの2連勝、はい、オリックス、西武も2試合でオリックスの2連勝ということで、うん、はい、そうだね、うん、まあ全部連勝でね、そうですね、決まっちゃったんだけども、はい、まずは楽天対ソフトバンク、うん、ね、ソフトバンク絶好調、はい、で乗り込んでるんだよね、うん、楽天に ね、 そうですね。で楽天の方は則本、うん、唐島、藤井、うん、ソフトバンクは有原、東浜、石川というね、はい、まあ投手で来るんだけども、1試合目6対5、うん、楽天、はい、この試合はね、有原がね、うん、初回に5失点というね、ことになるんだよね。やっぱ立ち上がりをこう捉えられたというね、うん、まあ4番浅村から5連打という見事な楽天の攻撃もあったんだけども、うん、まあ、その中で伊藤幸也が3ランホームランをかっ飛ばすという、うん、で3回にはフランコがソロホームランで6点を取られるんだ一気に、うん、有原がね、はい、その後はもうピタッと抑えていくんだけどもさ、うん、まあ、それだけに立ち上がりのちょっと不安定さ、やっぱこう真ん中真ん中にボールが集まったというね、うん、でやっぱりいいピッチャーだから早打ちに来るよね、うん、そのボールに対して楽天打線が非常に反応よく打ってたというね、うん、まあ、そういうことがあって見事な攻撃だった、はい、ね、だけどソフトバンクの方も5点を返してるというね、うん、そうですね、あ、それでやっぱその中で近藤、柳田、うん、もう素晴らしいわこの2人は、うん、あ、でこの2人で9回、うん、ワンアウト、あ、ノーアウト1、3塁作るんだよね、うんうん、で1塁ランナーが近藤に代わってシュートを出してて、はい、柳田のヒットで1、3塁を作るんだよ、うん、ノーアウト、うん、ね、ダイソーシュート、ワンアウトからデスパイネのセンターフライ、うん、タッチアップしなかったんだよ。うーん、浅いっちゃ浅いんだよで皆さん覚えてると思うんだけど、うん、野球好きが見てるからね、うん、西武戦でもね、浅いフライをタッチアップして決勝点にしてる試合があるんだよ。そのぐらいの浅さ、それよりちょっと深いかなっていうぐらいの。あ、そうですか、うん、まあ深いって言っても1メートルとか2メートルぐらい、うん、で西武の外野手が長谷川だったんだよ、うん、楽天は辰巳だったんだよ、うん、だから辰巳だから走らなかったのか、うん、ちょっとまだ浅いっていうふうに見えたのか。この判断は完全に走者するんですか。サードコーチャーも相談してると思う。なるほど、行きますか、うん、行かないですかでサードコーチャーお前に任せるっていう時もあるからね俺かよみたいな、うん、でもあれはね、やっぱ勝負してほしかったな、うん、ノーアウトだったら自重してもよかったんだよ。なるほど、でその前にワンアウト取られてるだけに俺は行ってほしかった、うん、でアウトでもみんな納得したよ、うん、なるほどね、うん、この走らなくての方が納得しない。そうだからシュートはやっぱその見せる足があるだけにさ、うん、やっぱ俺は勝負してほしかったな。なるほど、うん、まあ勝手なことは外から言うけどもね、うん、まあ ね、 ね、うん、だけど取られて2アウトっていうことになるとさ、うん、やっぱなかなか難しいよ。松井だもん、うん、ピッチャーね。だから
まあちょっと勝負して、うん、ホームがアウトなのかセーフなのかっていうのをやっぱり見てみたかったね。なるほど、はい、はい、1点差でしたしね。そうだね、はい、はい、で2試合目は、うん、8-1 ね、楽天、はい、強いね楽天ね、ね、うん、でこの試合でね東山が投げるんだけども、はい、楽天は東山得意にしてるね、うん、3回3分の2で6点取ってんだよね、うん、で東山は5連敗なんだよ、うん、楽天に対して、うん、なんかやっぱこう合わないんだろうね、うん、でこの試合で小深田、小郷っていうのが2打点ずつ、はい、ね、唐島が今季初勝利というね、うん、まあのらりくらりというかね、かわしかわしというか、うん、まあ非常に味のあるピッチングでね、はい、でまあ東山に話を戻すんだけども、うん、やっぱ苦手ってね、もう3年越しに負けてんだよね、うん、まあそんなには投げてないんだけども、うん、まあ5連敗だから、うん、だけどその中で昨日なんかは東山が3回3分の2を投げて4四球を与えるっていうのはさ、うん、やっぱものすごく警戒してるというか苦手意識があるのかなって。もうその時点で80球というのもちょっと、まあそうだね、投げさせられてるよな、うん、だからなんていうのかな、まあその慎重にいってるのか、うん、それとも怖くなってフォアボールを出してるのかなかなんだけども、はい、もっと大胆にいってみたらどうかなっていうふうには思うよね、うん、なるほど、はい、はい、そして3試合目、うん、5-1、はい、楽天、うん、まあ四球、まあこういうふうな流れになってくるとさ、うん、まあ3回にねフォアボールとエラーとかそういうのを絡めながら浅村がスリーランホームランという、ねえー、その浅村が8回、うん、ソロホームランで追加点を取るという、うん、ね、浅村1人で4打点というね、ねで藤井が、まあ、2勝目というね、はい、で楽天がやっぱりこう上がってきてるよね、うん、その証拠にやっぱりいいピッチャーに、うん、勝てる、うん、まあ、例えば有原だとか、はい、その前は山本だとか宮城だとか、まあ山本じゃないか、宮城、山下、俊平だか、そうですね、で有原とかね、うん、だからまあそのいいピッチャーからね勝ち星が拾えるだけの打線のつながりができてきたから、うん、やっぱ今後面白いよね、うん、でその交流戦の時もさ、ね、あと2試合勝ったらって条件付きで、ね、うんうん、まあ点数はねものすごくあったけども、うん、だからこのオールスターまでの試合、これはやっぱり大切にしてほしいなっていうのと、うん、やっぱソフトバンクが近藤、柳田はいいんだけどもさ、うん、やっぱ牧原がちょっと元気がないのと、うんうんうん、やっぱり 1-2番の出塁、中村もちょっと落ちてるかな、なるほど、うん、だからここら辺がやっぱ出塁していかないと、やっぱ近藤とか柳田に繋がらないということだよ ね、 ね、だからまあ、ね、ちょっと踏ん張りどころかな、こうこの試合も9アンダーソフトバンクしてるんですけど1点ということでね、そう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 、逆に楽天は5アンダーで5点ということで、そうそう、ね、だからまあエラー絡みとか四球絡みで ね一歩のホームランで大量点を取るという ね、 ね、だからまあ取る方からすると最高の取り方、うん、取られる方からすると最悪の取られ方をしているということだよ ね、 ね、まあ、日本ハム戦にソフトバンク非常にいい試合をやっただけにね、うん、楽天戦で3連敗を食らうなんていうのは思わなかったけどもね、本当ですね、でもそれだけやっぱり楽天の状態がいいんだろうね、そうでしょうね、はい、はい、はい、続きまして日本ハム対ロッテ、うん、ね、日本ハム噂は山本、うん、あ違う、あ山本だね、噂は山本、はい、ね、ロッテ三馬谷内、はい、はい、1戦目、3対2ロッテ、うん、まあ、角中の見事なホームランから始まるんだよ ね、 ね、まあ、インサイドの噂はカットボール投げるんだけどさ、はい、ポール際には切れないんだよ、いやずっと途中からまっすぐ来ましたよね、切れなくて、だからあれ切れないのっていうおばさん解説者言ってたけどもそういやだけどやっぱ技術なんだよねあれがね、そうあれはバットの角度というか ね出し方というか、うん、で清宮がすぐホームラン、同点ホームランを打つんだけども、うん、藤原もこれアシスト、ちょっとね、うん、うまい具合にグラブで弾いたら入っちゃいましたね、うん、アメリカではね何回もあるんだけど、うん、日本ではあんまりないんだよね、うん、
あ、藤原君やるな、見せ方知ってんなみたいな。ね、で三馬がね今季初勝利、うん、やっと勝てたね、はい、やっと三馬らしいピッチングが見れたよ、うん、ああやっぱこう横に揺さぶっといて最後こうフォークで落とすとかね、うん、横横縦とか、うん、縦縦横とか、うん、まあこういうリードが、あーリードっていうか投球パターンが、うん、三馬の真骨頂だけど、うん、やっとできたよね、うん、あでこの試合、うん、巨人から移籍した石川慎吾が、勝ち越しタイムリー、はい、この吉井監督もさ、うん、2安打の角中に変えて石川、うん、ね、ね、これはやっぱり左の変則の宮西が投げてたっていうこともあるんだろうけども、うん、まあ、思い切って変えた、はい、普通だったらそのホームランも打ってるし2安打打ってるし、いや左対左でも角中に変えんとこかみたいなねことになるんだけども、うん、石川を選択した。それで、うん、敵中。そうだね。その後の監督、吉井監督もう嬉しそうでしたもんね。いやそらにんまりだよ、ね、だからまあ宮西のもね、うん、引っ張らずに、うん、ね、詰まりながらでもセカンドの頭の上に持ってったというね、はい、やっぱこの子はやっぱ勝負強いね、うん、思い切りがいいし切符がいい、はい、うん、まあ、吉井監督の期待に見事に応えたというね、角、うん、中も代打出されて納得という、そうです ね、そういう結果を生んでくれたというね、はい、まあ、見事なバッティングでした、はい、はい、で2試合目、うん、3対2ロッテ、はい、しかしこの試合山本郡司のバッテリー、はい、これね、うん、2回をパーフェクト、うん、やるじゃない。この日はねちょっとブルペンデーみたいな形でね、うんうん、次から上原が登板をし、うん、ちょっと上原だけ長いイニングを投げるんだけどもさ、4回ですね、うんうんうん、だけど上原も良かったね、うんうん、まあ池田が捕まるんだけどもさ、うん、まあ8回ポランコ決勝逆転タイムリー、うん、ね、まあ前進守備外野のね、うん、頭を越えてって2点タイムリーになるんだけど、まあ守備体系からするともうしょうがないよね、うん、決勝点を与えないがために、逆転されないがために、ね、同点されないがために前進をしてたというね、うん、はい、ただこの試合、うん、安田がホームランを打ってる、はい、これねロッテはね安田が変わってきてるんだよ、おだ非常にいいポテンシャルになってきてるというか、うん、モチベーションになってきてるね、うん、でポランコも、うん、やっぱこうドカッと4番に座って、うん、ああいいなっていうような、最近ねよく名前聞きますね、最近ね、うん、で角中も頑張ってる、うん、山口も頑張ってる、うん、まあ、打線は非常にいいような感じはするよね、うんうん、だからロッテも一時期落ちそうだったんだけども、うん、なんか打線の中に軸というか、はい、そういうものができてきたという、だから今後楽しみだよね、うん、で日本ハムの方は、はい、守備力が上がってるわ、おいつもミスミスミスよくね、うん、してたんだけど、はい、非常にね球際強くなってきてる、お、うん、だからここのとこちょっと打ててないんだけども、うん、なんかね守備の中ですごく、うん、なんていうの、球際に強いプレーが多くなってきてるね、なるほど、だからこのまま続けてきたらやっぱ日本ハムっていうのはやっぱ打てるし走れるし守れるっていう完成形が見えてきてる、なるほど、だからこのまま続けて頑張ってほしい、負けはしたけどね、うんうん、いいところがいっぱいあったからこの2連戦ではね、はい、はい、うんうん、はい、はい、続きましてはオリックス対西武、うん、ね、オリックス山本、はい、山岡、うん、で西武高橋光南松本、はい、ね、1試合目5対1、オリックス、はい、山本9回125球5安打13奪三振1失点と、まあ、1点は取られたけどね、はい、高橋光南5回92球、うん、7安打5失点、はい、うん、これはね、うん、やっぱチームが持つモチベーションだと思うよ、うん、高橋光南って山本と投げ合って、もう勝ってる試合っていうのは2試合ぐらい多分あると思うんだけど、うん、やっぱこう相手が大きければ大きいほど高橋光南をなめんなよみたいな感じで向かっていくんだけど、うん、やっぱなかなかやっぱモチベーションが持たないね、うん、今の西武では、うん、やっぱ打ってくれないだろうとか、うん、ね、チームが低迷してるとか、
そういう波に飲み込まれてるようなピッチングを見たような気がするで、まあ、2回野口の2点タイムリー、うん、まあ、2点タイムリー3塁だね、はい、まあ、3回には紅林のツーランホームランって、うん、まあ、その中で義母が粘り粘り粘り紅林の前でフォアボールで出てそれをツーランにするというね、うん、みんながこう高橋コーナーに襲いかかったというようなね、うん、まあ、そんな試合だったけども、やっぱ西武はもうちょっとモチベーションを高く持っていかないとなかなか連敗脱出できないよ。これ危機的ですかね。危機的な状況にあると思うよ。うん、で2試合目、はい、山岡は松本で11対5、ね、オリックス、うん、で森がね、怪我で離脱した時に4番にセデーニョが入ったんだよね、はい、今日は5番に入ってるんだけども、うん、これが5打点、うん、3本スリーランホームランに、まあ、2点タイムリーヒットを打つというね、うん、まあ、森の穴を見事に埋めるというね、活躍をしてるんだけども、はい、まあ、ただ不満なのは山岡が大量点をもらいながら勝ち投手にの権利を目前にピッチャー交代されたということね、うん、やっぱり山岡も、まあ、疲れてもあるんだろうけども、はい、やっぱこれ勝ち星を拾っていかないとやっぱ自分の薬にならないからね。まあね、一生、まあそうだね、一生いっぱいというかね、うん、じゃあ頑張ってほしいなと思うのと、うん、でこの試合非常に西武も抵抗したんだよね、うん、栗山のホームランだとかさ、はい、小川のホームランだとかさ、うん、まあ、一生懸命やる、まあ、選手姿は見せてくれてるんだろうけども、はい、やっぱモチベーションが上がらないよね、ちょっとね、うん、だからここら辺やっぱこうもう一踏ん張りしないと、うん、ちょっとこうもう終わっちゃうぞっていうような感じがするよね。うん、うん、ねえ、西武ね、10安打打ってね。そうなんだよ、ねえ、うん、だから先発ピッチャー山岡もね、うん、早い段階で下ろすようにそうですよ、ね、なってんだけど、だからもう都度話してるんだと思うよ。よし今日はもう絶対やろうぜみたいな、うん、みんなでやろうぜって言った矢先にポーンとね、うん、なんか他が外されるというかさ、うん、まあ、そういう点の取られ方するからちょっとモチベーションが持ってないよ ね、うん、まあ、頑張れ西武というね、そうですね、ことと、まあ、オリックスはさすがに、ね、うん、中での競争も感じるし、うん、ね、モチベーション高いなっていうのは感じたね。はい、はい、まさかの連敗ってこれはどのチームもでしょうけど、まあ、うん、特にソフトバンク、そうだね、うん、まあ、ソフトバンクの 3-0 はないだろうと思ってたよね。ねえ、これで今オリックス1位でソフトバンク2位、そうロッテが3位ということになりましたけども、そうそう、で日本もエスコに帰ってね、まあ、噂投げるし一つ取るかなっていうふうに思ってたんだけども、まあ連敗しちゃったという ね、これでオリックス4位の、あ、違いました、楽天が4位の日本ハム5位ということで ね、もう完全に変わっちゃったよね。ありますけど、ちょっと順位の入れ替わりがありましたね。ああ、でオリックスの方は、まあ、申し訳ないけど、うん、西武の方にはね、やっぱモチベーションがちょっと低いところに、うん、取りこぼしはしなかったという、うん、でも西武頑張れと ね、頑張らないと終わっちゃうよって、もう完全に ね、うん、まあ、という3連戦でした、はい、ね、なんて言うんだろう、まあ、オールスターまでどういう状態を保って、うん、オールスター休みに入るかっていうのはすごく後半に向けてのモチベーションに変わってくるから、はい、だから非常にこの後のね、うん、オールスターまでの残り試合、ね、まあ、大事に大胆に、戦ってください。はい、少し ね、スケジュール変則的なところも一部ありますが、あるけどね、うんうん、ね、まあ、最後もうちょっとだから、ね、全力で、ね、オールスターまでの残り試合戦ってください。はい、はい、頑張ってくださいよ。はい、はい。